山下清のハリエの特徴というのは4つあると思いますまず最初がめちゃくちゃ細かいんですよ 色紙を3ミ、mm、リ程度に手でちぎって細かく細かく張り込んでいくんですけれども、普通色紙っていったら単色じゃないですか。なのであんま変化ってつけにくいんですけれども、こうやって細かくすることでグラデーションとか陰影を出して作品に立体感を与えているっていうのが一つ目の特徴になります。で二つ目の特徴っていうのが、それよりもねもうちょっと大きく色紙をちぎる場合もあるんですけれども、そういう時はちぎり方を工夫してまるでね筆で絵の具を塗り重ねたタッチにするようなそういうふうな雰囲気を出しているっていうのも特徴になります。 で3つ目の特徴っていうのは紙を、ね、細くなるようにひねった「小より」っていうテクニックなんですけどもこれを使って作品に厚みををたてて立体感を出してるっているうテククニックもありますで最後の特徴っていうのが実際の風景とはちょっと違った、ね、アレンジを加えた形で自分の心象風景理想郷みたいなのを表現してるっていうのも特徴になります。